はようございます。速稼塾の久保です。昨日はですね、トランプ大統領が、重大な発表をするということでね、沸き立ったわけなんですけども、22時を過ぎまして、IS のね、首謀者の方を、米国が、処刑したというのかな、攻撃して死亡させたというニュースだったと思います。表現がいろいろあるんでね、なんと私もねお伝えすればいいのか分かりませんけども、とにかく IS と言われているところの、指導者というか代表者の方が、指導者の方って言ってもいいのかどうか分かりませんけども、それに関わる方がですね、亡くなったというかね、米軍によって多分攻撃されたんでしょうね、きっとね、分かりませんけども、また詳しく情報が入りましたらお伝えしたいと思いますけども、そういうニュースがあったと。で、相場にですね大きな変化があるんじゃないかなということで、私ね緊急放送したんですけども、結局このね、米のアメリカの大統領が何かを発表するっていうのはかなりね世界的に影響があることばかりなんですよね、いつもね。多分こうね、最近の例だったら関税をどうするよみたいなことを言うとかなり大きく相場が動きますんで、ポジションを土日越してねお持ちの方はちょっと用心していただきたいなと思うところもありますし、月曜日にポジションを持とうかなと考えていらっしゃる方も、こういうふうな情報はきちんとね押さえておくべきかなと思いまして放送させていただきました。はい、ブルームバーグからもね、警告が出ておりましたけどもね。さあ、それですね、次はYouTube についてのちょっとね連絡をしたいと思います。速稼塾の中でも YouTube をされている方が結構いらっしゃるんですけども、今回は3つ、紹介したいと思いますね。その1、高級石焼き芋さんのモノモス系動画が私の届いてましたんで、返信の方をしっかりさせていただきました。こちらの方よろしかったらご覧ください。どうもですね、私がね速稼塾ってものを家族と考えているというふうなことを言ってますけども、ちょっとそうではないんじゃないかなっていうことと、あとはね、なんでね塾生一人一人の扱い方が違うんだみたいなことをね、高級石焼き芋さん言われてました。これについてもしっかりとお答えしております。よく見ていらっしゃいますね、高級石焼き芋さん。さすがだと思います。次、ミスター M さんですね。ミスター M さんが新しい企画を始めました。ガチンコマッチョクラブというねことで、中年男性の、筋トレとかダイエットとかこういったものをテーマに、実践形式で動画を作ってくださってますので、そちらの方よろしかったらご覧ください。その3、そうですね、ミスターマイアミさんですね。3人目はミスターマイアミさんなんですけども、今月の動画あとわずかで300本に行くそうなんですよ。で、こちらの方と、あとそのミスターマイアミさんにアンサーしてですね、言い訳思考法っていう私の得意とする奥義をねお伝えしております。いろんなところで私はね言い訳をしてるわけなんですけども、それがどういうふうにね、後の結果にもたらしているのかってことをお伝えしております。さあ、それでは今日の一言といいますかね、今日の速稼塾からのメッセージなんですけども、速稼塾が始まった当初、そうですね、2013年の7月20日お送りしたビジネスについてのテーマについて、3人のレンガ職人という例をねお届けしたいと思います。ですね、ご存知の方はねここで動画終わっていただいて結構です。3人のレンガ職人、これはですね、1人の旅人がこう旅をしてるわけなんですよ。そうすると3人の人が A さん、B さん、C さんというそれぞれのレンガ職人が同じ場所で同じようにねレンガを積んでいるんですね。で、それで旅人がね A さんに聞くんですよ。 A さん、あなた何をやってるんですかって聞くんですよね。そうすると A さんはね、なんだと、見りゃわかるだろと、俺はなレンガを積んでるんだよこの野郎って答えるわけなんですよ。で、俺はこんな仕事したくないんだけども、親方がねうるさいからやるんだよっていうふうに A さんは答えるんですよね。で、旅人は、あ、そうですか、わかりました、頑張ってくださいっていうところに行って、今度 B さんのところ行くんですよ。 B さんも A さんと同じようにレンガを積んでるんですよね。そして同じように聞きます。 B さん、 B さん、あなたは何をしてるんですかと B さんに聞きます。そうすると B さんは、あー、どうもどうも、よく聞いてくれました、これはねレンガを積んでるんですよ。このレンガを積む仕事ってのはお給料がね結構いいんですよ。ですから私はねお金を稼ぐためにしっかりと頑張ってレンガを積んでいますっていうふうに答えるんですよね。これが B さんです。旅人はまた言います。 B さん、そうですか、わかりました、頑張ってください。で、今度 C さんのとこ行くんですよ。 C さんも A さんと B さんと同じようにレンガを積んでいますね。そして C さんに語りかけます。 C さん、あなたは何をしてるんですかと、 C さんはこう答えるんですよ。よくぞ聞いてくれましたと、私はねこれレンガを積んでるんですよって同じように答えるんですよ。で、その後がちょっと違うんですよね。実はこの3人のレンガ職人は教会を作ってるそうなんですよ。で、教会ができるのは100年後です、ね、で、 A さん、 B さん、 C さんがこうやってレンガを積んでる時に C さんは言うんですよ。よくぞ聞いてくれました、これはレンガを積んでるんですよ、これはね将来
教会になるそうなんですよ。教会になって世界中のいろんな悩みや苦しみを抱えた方がここに集まってきて、この教会で神様に告白し懺悔し祝福を受けてね、幸せな気持ちになってまた自分たちの町に戻っていく。いや、それを想像してね、こうやってレンガを積んでるとすごくね、私はね、やりがいのある仕事、面白いなと思うんですよ。で、私がこの教会を見ることはないだろうけども、そういうことを想像すると本当にね、この仕事に関われてよかったと思うんですよね、というふうに話してくれるんですよね。で、旅人はそれを聞いてね、あ、そうですか、わかりました、頑張ってくださいと言って、 A さん、 B さん、 C さんを後にしてまた旅に出るわけですよね。数年後、その旅人はぐるっと世界を回ってまた同じところに帰ってきます。そして A さん、 B さん、 C さんに同じように聞きます。トントンと、 A さん、あなたは何をやってるんですかと。お前わかるだろう、これ前も言ったろうが、お前、これはね、レンガを積んでるんだよ、親方にね怒鳴られるから、俺もう仕方なく積んでんだよ、はもうほっといてくれというわけなんですよね。これ A さん、 B さんのとこ行きます。 B さん、 B さんと旅人は語りかけます。 B さんはね、もう屋根の上のレンガを今度積んでるんですよね。あれ、何年か前と違って屋根の上のレンガ積んでるな、大変だなと、 B さんと、何やってるんですかと同じように聞くんですよね。そうすると B さんはね、おお、旅人のこのね、レンガを積んでるのはこの屋根の上がね、すごくね、時給が高いんで、ちょっと屋根の上のレンガ一生懸命積んでます、これ儲かるんですよ、ありがたいなって積んでるんですよ。今度 C さんのとこ行きます。 A さん、 B さんは数年前と同じようにね頑張ってるんですけども、 C さんはちょっと違うんですよね。 C さんは何をやってるかと言いますと、旅人が聞くんです。おい、 C さん、 C さんと、あなたは何をやってるんですか、あなたは何をやってるんですかって聞くんですよ。そうすると C さんはですね、あ、どうもどうも、よく聞いてくれました、私はね、レンガを積んでるんです、数年前と同じように、いやー、この教会ができたらいろんな方が癒しを求めて神様の保護や許しを求めてね、来るんだろうなと、すごくいい場所になるぞここはと、このレンガに対して誰かが祈るんかもしれない、このレンガを誰かがね手でさすって神様許しくださいって言うのかもしれない、いやー、すごい仕事に関わってるなぁ、なあみんなって言うんですよ。なあみんなってなんだろうなと思ったら、志を同じくする人が C さんと一緒にもう働いてるんですよね。そうなんですよ、 C さんはちょっと出世してですね、親方みたいになってるわけなんですよ。さあ、旅人はここで A さん、 B さん、 C さんについて考えるわけですよ。いやいややっている、叱られるから仕方なくやっている A さんは未だに同じことをしてるんですよね。で、 A さんの周りに近づいてくるのはやっぱり同じように文句を言う人ばかりです。 B さん、お金が儲かるというふうなね、そういうふうな動機で一生懸命されてました。 B さんは今でも危険な屋根の上とかね、もうお金のためだったらどんなことでもやる、そんなふうになっています。そして B さんの周りには同じようにお金のためにやる人が集まってるんですよ。 C さん、いかがですか。 C さんは、自分は教会を見ることがないかもしれませんけど、自分が教会に行ってお祈りや神様からの祝福を得ることはないかもしれないけども、でも誰かが自分の作った教会でそういった栄光をね預かるんではないかってことを想像すると、もうこれ楽しい、人のためにやるのってなんて楽しいんだ、こんな仕事に関われて名誉だなというふうに考えて働いてると、同じように考える人が C さんの周りに集まってきて、 C さんと同じように同じ方向を向いてですね、一生懸命レンガを積んでるんですよね。まあ、そういうふうなね教訓があったということを、この3人のレンガ職人という話になぞらえてですね、速稼塾の第1日目にお話したわけなんですけども、これをね、昨日ある塾生がそんな話があったよねと思い出してですね、私の方に連絡をくれました。確かにね、ここで私ももう一回3人のレンガ職人のことを思い出す時期なんではないかなと、そんなふうなね、衝動に駆られましたので、今日皆さんにご紹介申し上げました。本日は以上でございます。3人のレンガ職人、 A さん、 B さん、 C さん、さあ誰になりたいですか。いちいち人に文句を言ったりとか、自分の状況をね嘆いたりとか、そういうふうな A さんになるのか、それともお金になるんだったらどんなことでもやってしまうと、そんな B さんになるのか、高き理想のために身を捧げる C さんのようになっていくのか、はたまた他のね生き方があるかもしれませんけどもね、皆さんはいかがでしょうか。それでは本日は以上です。ありがとうございました。